はい、皆さんこんにちは。北海道大学の物理ということですね、やっていきます。北海道学びの三枝と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ただひたすら過去問をね、やるだけなんですよね。で、一回解いてもいいし、別に解かなくてもいいしって感じなんですけど、まあ、解いてみっか、みんなね、一回ね。はい、一回解いて、60分だっけ。理科、日教、大川で120分ってことは、まあ、一教科単純計算で60分かね。一回60分やって、大問123やってみてください。やってみて、うん、別にあの結果がボロクソでも全然いいので、一回やってみてください。で、まあ、一緒に解き直しましょうね。はい、2013年の問題を解説します。はい、それでは頑張ろう。